ならなかったその理由を知ることになる特別なクリスマスの物語。これから始まるのはそんな特別なお話。準備しろ、待ち待ってたクリスマス、みんな銃を飾りつけよう。そんなこと気にしない、プレゼント交換さえあればクリスマスは完璧さ。その通り、さすがは村長、私の旦那。おお、あの子たち見ない顔だ。きっと私たちのクリスマスを気につけて遊びに来たのよ。冬なのにね、いっぱいいる。ああ、本当だね。待ってよ、二人とも、私もサンタさんの逃げつけたい。ほら、なんかやって。そうさ、Please.
ティちゃん、そしてみんなごめんなさい。実は私プレゼントを用意してないの。私もごめんなさい。あなたたちは？私たちはパーティーに遊びに来てくれた子供たちさ。ねえ3人とも、私もみんなの気持ちよくわかるの。一番のプレゼントって探していたら決められなくて、だから私もプレゼントを持っていないの。キリちゃん、飾ればそこに。
作ったのに。みんなを笑顔にしたかったのに。どうかお願いだから、雪を降らせて、他に望むI'm not afraid to die.
それじゃあこの雪はあの子たちだっていうことなの？あの子たちは私たちのことを思って。みんな、私たちはみんなの優しい気持ちで嬉しいの。雪はいつか溶けて見えなくなってしまうでしょ。でも優しい気持ちは消えることはない。みんなの思いやりが続く限り、私たちはきっとまた会える。そうね、きっとまた会える。ありがとう。